はい、おはようございます。大和太鼓時々猫のゆみっちです。私は今ですね、長野県の伊那市、都大パークという、バス停に来ています。はい、あちらにね、千流荘というね、宿泊まれるのかな、あと日帰り入浴もできるそうなんですが、あそこにね、チケット売り場があって、こっちのね、緑のテントのところがバス乗り場となっているそうです。で、今日はね、10月の2日平日なので、バスの始発が8時5分、でただいまの時刻が、6時15分なので、まだチケットを発売するまであと1時間ちょっとあるので、あそこにね、荷物を置いて場所取りをしていいということなのでね、荷物を置いて少し車に戻って時間までゆっくりしたいと思います。はい、バスのチケット購入しました。往復で2740円ですね。トイレはあそこに自動販売機があるところがトイレです。水洗のね、ウォシュレットもついてる綺麗なおトイレでした。ご乗車ありがとうございます。このバスは北川高原行きです。走行中、山を越す急ブレーキ、急ハンドルを使用することがございますので、ご注意ください。次は都大大橋です。降りの方はお近くのボタンでお受け付けください。はい、改めましておはようございます。千流荘のところから、バスに乗って50分ぐらいですね、北沢峠というところに到着しました。今日はこれから千畳ヶ岳に登っていきたいと思います。綺麗なおトイレもあります。ここからでもいいんですが、長英小屋の方に少し進んだところから、もうちょっと楽に登れるところがあるらしいので、こっちからちょっと登ってみたいと思います。あ、これだこれだ、このちょっと壊れた看板のところから登っていきます。バス降りてすぐの登山口からは本当に、数十秒っていうところですね。はい、時刻はね、ちょうど9時スタートです。今日は千畳ヶ岳3033メートルの、南アルプスの山です。私初めて南アルプス登ります。さっきのね、北沢峠の標高が2000メートルぐらいなので、標高差はだいたい1000メートルぐらいですかね。で、累積標高は1300いくつだったかな、そんな感じです。で、コースタイムは、往復で7時間弱ぐらいかななんですけど、
ちょっとね、今日は私は小屋泊にしました。小屋泊にした最大の理由は、やっぱりちょっと腰ですね。腰が、最後までちゃんと持ってくれるのか、だいぶ調子は良くなったんですけど、もうね 100% 元に戻ることはないので、どのぐらいのペースで歩けるかちょっとわからないので、こうゆっくりね、腰に負担のないように上り下りをしたいなっていうのがあるので、スピード云々もそうなんですけど、やっぱりね、家に行ってちょっと腰を休める時間も必要なのかななんて思ったりもしたので、小屋泊にしました。あとは夏はね、さっきのバスの始発が5時台であるんですけど、もうこの時期の平日となると始発が8時5分なんですよね。でそうするとね、バスの最終が4時で、そこに間に合うのかどうかちょっと本当に分かんない感じなので、まあ思い切って小屋泊にしました。本当は、今日は、ちょっとね、遠征をする予定だったんですけど、予定していたところがね、もうなんか数日前から雨マークが全然消えず、もうしっかり今日も雨マークついてますので、ちょっとこっちは中心にして、で今日のね、晴れを求めてまあいろいろ探しました。で結局ね、今日の午後から崩れるところが多い中、この千畳ヶ岳はね、1日ずっと夜まで晴れマークが並んでいたので、もうここにしようと、千畳ヶ岳は、いつかね行きたいとは思ってたんですけど、来るときはね、町営小屋のテント場でね、テント泊をして登ろうかなってずっと思っていたので、本当になんか今日は突然決めて突然やってきたっていう感じで、でもまあ時間はかかると思うんですけど、ちゃんとね安全に一歩ずつ登っていけば、頑張れば、山頂には到着できるかなと思うので、頑張りたいと思います。はどっちを通って帰ろうかな。一応ね、左に通ってこなかった方が近道とは書いてあるんですけど、なんかね、ネットの情報とか見てると近道はあんまり近道じゃないみたいなことも書いてあったりで、さあちょっと迷いますが、帰りどっち通るかその時までに決めます。道はねよく整備されていて歩きやすい道です。で今9時29分ちょうど30分経過です。はい、どうだって頑張りましょう。
登山開始から50分、階段が、鉄の階段が出てきました。はい、さっきのね階段を登り終えてちょっと行ったところに、3合目、あれいつの間にか3合目、2合目もう1合目も見落としたな。どこだったんだろう。はい、ただいまの時刻10時1分、登山開始から1時間が経過しています。あれカイコマかな、あれカイコマかも、ちょっと見えないだったとだろうけど、こういう大きめの石と岩のミックスな感じの登山道です。少し紅葉が始まってますね。いやー、しかしいい天気。来ました。やぶさは大滝の頭というところに到着です。はい、ここの分岐は、これをね右の方に行くと馬乗せヒュッテで、これ左の方に行くと古戦場ヶ岳を経由して行くっていう感じですね。私はねこっちの古戦場ヶ岳を経由して行く方で行って、帰りはねこっちの馬乗せヒュッテの方から入っていきたいと思ってます。はい、とりあえずねここでちょっと休憩してから行きたいと思います。はい、10時46分です。さっきねやぶさは大滝の頭というところで15分ぐらいかな、ゆっくり休憩しまして出発しました。ちょっと景色が開けた場所に出ました。カイコマよく見える。はい、結構ね急になってきました。しんど、やっぱ天白じゃないけどね小屋服だから日帰りの装備よりは全然重いんで結構しんどい。あ、開けましたね。いやー綺麗。ちょっと紅葉もしててね、あれがコマで、こっちがノコギリだけ。あ、なんか開けそう。すごい。はい、ここが6号目。6号目です。なんか山肌がさちょっと少しだけど色づいて
過ぎたら森林限界ですかね。すごい北アルプス八ヶ岳。あ、富士山見えた。富士山見えた。さあ、あともう少しで五線城ヶ岳。いや全然進まない、もう足が重くて、いやー本当に体力不足。はい、分岐です。これ右に行くと千畳小屋経由で千畳ヶ岳で、左は五千畳ヶ岳経由で千畳ヶ岳、五千畳ヶ岳経由で行きたいと思います。はい、もしやもうそこが山頂かな。よいしょ、はい、到着です。五千畳ヶ岳2864メートル。ふう、疲れた。中央三角点タッチ。はい、それではですね、五千畳ヶ岳の山頂でちょっとお昼にしてしまいたいと思います。本当はね、千畳ヶ岳の山頂に行ってからと思ってたんですけど、向こうに着くのが多分2時とかになっちゃうかなっていう感じなので、ここでお昼にしたいと思います。Thank you.
はい、それでは、古戦場ヶ岳でお昼を食べてちょっとゆっくり休憩できたので少しは体力も回復したかなっていう感じです。じゃあこれから計画では戦場ヶ岳の山頂に先に行く予定なんですけど、ちょっと時間見て小屋の方に先に行った方が良さそうだったら小屋に一回チェックインしてから山頂に向かおうかなとか、ちょっと状況を見て考えます。うわ、この稜線最高じゃん。へえ、すごい。で、ちなみにここに今見えてるのが古戦場カールって言ったかな。はい、じゃあ今からちょっとここをね下っていきますね。はい、でこのね稜線の左側にはね日本の高い山 1,2,3 の富士山と北岳と愛の岳が見えます。今ちょっと富士山は隠れちゃってるんですけどね、さっきまではねずっと富士山も見えてて 1,2,3 全部見えてましたね。はい、でこっちは北アルプスとか八ヶ岳、中にはもう一望、素晴らしい。はい、ちょっとした鎖場です。さっきまでね見上げていたカイコマがもう同じぐらいな目線で見えますね。ノコギリ岳に至ってはもう見下ろす感じなところまで来ています。山頂あともう少し。はい、分岐です。これを右に行くと戦場ヶ岳の山頂。さあどっちを先に行くか。よし、頑張って山頂先に行っちゃおうかな。あと20分、20分で着くかどうかこの足なのでわかんないですけど、まあ、頑張ります。あれが戦場小屋だ。見えた見えた。であっちの
感じはね、人が立ってそうな。これが千畳ヶ岳だと思います。ふえ、これあと20分で着くの本当に。さあ頑張って行きましょう。このね、このカール、このカールはね、確かヤブサワカールっていうんだったと思います。日本三大カールの一つらしいですよ。はい、ようやくここまで来ました。これが最後の登りです。いやー、思いのほか大変だったな。本当にあの体力がものすごくなくなっていることを身に染みて思い知らされたっていう感じです。さっき古戦場ヶ岳のところでザックとこれサコッシュを下ろした時にサコッシュのベルトにつけてたこのオズモポケット3のマイク落としちゃったかもないんだけど、今気がついちゃった。最悪。もし見つけた人いたらご一報ください。ようやくたどり着きました。2時ちょうど、スタートからちょうど5時間ですね。5時間もかかっちゃった。はい、南アルプス千畳ヶ岳登頂しました。三角点タッチ。はい、それでは山頂を後にして千畳小屋に向かっています。3時までにはねチェックインしないといけないんですが、今の時刻は2時17分10分ぐらいで下山できるそうなので10分で行くかな。これ10分じゃちょっと行かなそうだけど、まあでも15分20分あれば行けるので気をつけて行きます。はい、やっと降りてきました。これは小屋の裏側になるのかな。じゃあこのまま降りて、小屋で、
チェックインしたいと思います。はい、今ですね、DJI オズモポケット3のマイクが紛失しましてですね、心当たりがあったのは古戦場ヶ岳の山頂でザックとサコッシュを下ろした時かなと思ったので、めっちゃ迷ったんですけど、山小屋に全部荷物置いて携帯とサコッシュだけ持って、今ね頑張って古戦場ヶ岳まで戻ってみたけれども、なかったですね。どこで落としたんだろう。もうないな、見つからないな、きっと。っていうか荷物がなければ私全然行けると思っちゃった。なんかコースタイム50分ぐらいのところ30分で到着してました。もうどんだけ荷物重いの苦手なのっていう感じですね。はい、じゃあこれ山小屋まで頑張って戻ります。結構ねアップダウンがあるので疲れるは疲れるんですけど、荷物がないので楽ちんです。はい、無事に下山しまして、でマイクを探しにね、バカみたいに往復で1時間半ぐらいか、古戦場ヶ岳までね往復して疲れちゃったんですけど、はい、で今日はね小夜泊なので、もうあとは寝るだけでいいので、だから行けたっていうのもあるんですけどね。それで、で小屋泊なんですが、今日は素泊まりにしてますっていうのは、7月のね、あの高倉さんとエリさんのイベントの時にこれを買ったんですよ。 UL 弁当、そう、これをね楽しみにしてるので、今日はこれを食べたいと思います。で食後にはこのアドニャンコーヒーをいただこうと思います。今これにお湯を入れたんですけど、ここに何 cc とかこれ書いてなくて、ね、確かねここの線までがちょうどいいですよって言われたような気がするのでね、一応この線ぐらいまで入れてみました。そしたらやっぱちょうどいい感じですね。タコとイカとエビとホタテのシーフードカレー、楽しみです。ちょっとね寒いのでカレーが出来上がるまでの間にコーヒーもいただいちゃおうと思います。こういうねフリーズドライのコーヒー珍しいですよね。私実はコーヒーあんまり飲まないあんまり飲まないっていうか、コーヒーはまず飲まないんですよ。普段好んではあんまり飲まないんですけど、このコーヒーはすごい飲みやすいですね。美味しい。いいかな、ちょっと開けてみましょうか。感じはいい感じですよ。ただ、あ、まだねホタテがちょっとまだ硬いかも、でもね美味しい。
ちゃんとスパイシー。食です。美味しかったし、結構ボリュームがあります。ちゃんとお腹いっぱいになりました。ごちそうさまでした。コーヒーも全部飲んでます。はい、じゃあもうね、寒いので中に入ります。明日こっち側から日の出があるんですけど、一応ね、明日の天気予報は曇りなんで、日の出が見れるのかどうなのかちょっとわからないですが、ちょっと一応様子は見に来てみようかなとは思ってるんですけど、はい、それではもう今日はこれで休みたいと思います。おやすみなさい。